え、ちょっとなんかお腹痛くなってきたんだけど、みんな。あははは、なんか嫌な文字。オンのショー。オン、オン、オン。始まりじゃ。白井さんだ。行きましょう。この文字は怖い。どこここ。初めて来るとこじゃん。やだ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 これ。朝霧の母も教会に取り込まれてしまっていたのが。何これ。は？レトロなデザインのロボットだ。何これ。ベンチ取るの、まず。また。カフェイン芯が動くギミックがある。あ！ USB じゃん、これ。すげえ。フラッシュメモリだ。フラッシュメモリ。え、ハイカラじゃん、これ。ねえ、これ鉄人28号じゃないよ。違うよ。よーし、セーブしましょう。ハイカラですね、あれ、ほんと。ちょっと欲しい。ね、ダイダラ USB 出たらみんな買ってね。1ギガしか入んないから。よし、俺の脳みそのスペック。結構入るな、1ギガって。発売は10年後。なんかあんのこれ。回線が繋がってない。カップがある。この時代に1ギガしか入らないっていう。ハイセンスですね。ここは開かない。ちょ、マップ見ようか。マップ、え？ワンルームじゃん！なんだよ！やめようよ。やめようよ、ワンルームとか。ぶっちゃけ、その、ね？仕切りあるけど、ねえ、お化け出てこないタイプの、部屋ですかね、多分。かなり古い感じ。あ、携帯落ちてる。ねえ。冷蔵庫ある。今日の晩ご飯何食べよう。何あれ。全然入ってない。つらい。もっとうまいもんが食べたい。ああ、炭酸しかない。炭酸嫌い。バターとかしかない。ダメだ。今日何食べよう。誰かご飯ください。アイスはない。ああ、いいっすってやつ。ねえ。なんもないんだけど、ここ。何の音？なんか踏んじゃった俺。猫踏んじゃった？さあ、携帯電話入手しました。待ち受け見てみようか。待ち受けは女の子。これやっぱりんちゃんの写真かな、もしかして。なんか今変な声聞こえた気したけど、多分気のせい。大丈夫だよね。さっきがちょこちょことね、ウィーリモコンにうめき声聞こえるんですけど、ねえ、ちょっと待ってくれませんか？ちょっと待って、深呼吸させてください。はぁ、はぁ、はぁ、よし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 。ねえ。さてと、なんもないですよね、もう。ねえ。ノイズが聞こえる？この辺り。聞こえない。こたつが立てかけてある。気のせいなのこれって。そっか。気のせいだったらいいか。ね。なんかないかな。なんもないんだよね。調べれるところ。なにこれ。今聞こえたみんな。今、マイクにグッて押し付けたんだけど。あ、どうもじゃない。何の音これ本当に。何これ。朝霧優子の日記。お母の日記ですねこれ。10月28日。最近ずっと忙しい日々が続いている。昼間の工務店のジムだけでは玲子の入院費を払えない。先週から夜間のコンビニのバイトを入れたので、帰宅は毎日午前様。
11月17日、久しぶりにレイコと話した。先日会いに行く約束を破ったことを責められたバイトの子が急病で休んだのでローテーションが変わり仕方がなかったが、それを子供に理解しろというのは酷なことかもしれない。ね、すごいレイコちゃんが携帯を投げて、ね、ひび行かせちゃった事件だよね、これ。ね、携帯壊したやつですね。ふざけないで！なんで来てくれなかったの、嘘つきっていう。2月7日、あの人と別れるとき、レイコは私が守ると誓ったけど、もう自信がない。働いてもお金は出ていくばかり。レイコのためだけど、いつまで続けられるかわからない。未払いのため電話は止められた。支払う余裕はないので、放置する。ね。4月24日。突然めまいがして寝込むことがしばしばある。コンビニのバイトは続けられなくなり辞めることにした。でも工務店の仕事だけではどうしようもない。一体どうすれば。ね、入院費が高かったんだろうね、レイコちゃん。結構するもんな、入院って。5月9日、限界。生きてるのが辛い。6月17日、自殺しようと思い、山陰に来た。崖の上から日本海を見たら足がすくんでしまった。死ぬのが嫌だとまだ思えるなんて。レイコを置いてきてしまったのに。産院ですか。はい、すいません。あーね。7月6日。未だ死ねずにいる。偽名を使って転々と生活している。先月の入院費を払い込んでいないので、病院の方では私を探し始めてるかもしれない。レイコ、ごめんなさい。7月21日、偽りの生活を続けている。一人ならバイトだけでしのげる。ふと忙しかった日々が夢のように思い出される。でもおそらく今の生活の方が夢。レイコのことが頭をよぎるが今更戻れない。でも、携帯だけは捨てられない。レイコから電話がかかってくるのが怖くて、電源は切ったまま。でも、朝霧優子って、教会に取り込まれてるよね。電話つけちゃった？そこを、取り込まれたのかな、もしかしたら。ねえ、ちょっとよくわかんないな。辛い話だよな、これ。入院費、払えなくて、あーってなってるってやつ。さあ、ここはもうだいぶ全部探し終えたかなとは思うんですけど。ないのかな、何も。え、電源切れてもかかってくるとか。それはちょっとお腹痛いからやめよう。音楽悲しい。なんか、切なくなってくるね、ほんと。さあ、パソコンがどっかにあったらいいんですけど、ねえ、あとはゴミ箱の中とか。ね、ティッシュだらけ。ああ、俺のティッシュと、俺のゴミ箱とは違う。なんか探さなきゃいけねえんだよ、いろいろと。ね。カゴの中に何かある。今のは、何も見てない。なんかある。何これ。は？開けるにはこの仕掛けを取る必要がある？何これ。うち。あ！これ？俺これめっちゃ得意だよ、みんな見てて。あ、終わった。めっちゃ得意だった。やりました！やりましたびっくりした！よし！まあ、これが、才能ってやつでしょうかね。朝霧優子の日記。8月4日、レイコが自殺した。テレビで娘の自殺を知るなんて。レイコ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 レイこんな母親を
恨んでいたのか。朝霧玲子の霊がこの教会の発端とすると、病院のどこかにいるはずだ。もし朝霧玲子の恨みを晴らしたら、教会を消すことができるか。しかしどうやって。ん、日記からなんか落ちた。日比野の日記だ。やったぜ。朝霧優子様、黒宮病院の看護師日比野です。忙しいことと重々承知しておりますが、できるだけ、いや手紙がごめん、申し訳ないです。玲子ちゃんに会いに来てください。玲子ちゃん、お母さんが会いに来た時の玲子ちゃんの笑顔はとても素敵です。私でお力になれることがありましたら遠慮なくおっしゃってください。お金貸してください。黒宮病院、もう一度調べる必要がある。あ、ちょっと待って。日記3ページ目あったってどういうこと？日記？なんか右そこに出た俺。金貸してくださいってやつ。ああ。もうこれあったの。悪い母親でごめんなさいなと。まだあったのね。8月5日、今更自分が母親だと病院に名乗り出る勇気がない。入院費も払ってない。葬儀を出す余裕なんかない。2ヶ月も失踪した母親が突然現れたら、それでこそ何と言われるか。玲子がいなくなった今、もう私は今までの私を捨てるしかない。8月7日、私は頭がおかしくなってしまったのだろうか。電源を切っている携帯から声がした。あの声は玲子だ。で、私を責めている、死んでもなお会いに行かない私を責めている玲子、ごめんなさい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 、ごめん。最後軽いな。最後だけ軽かったな、今。ごめん。よし。チャットルームだよ。よし。さて、皆さん、この後の展開は想像つきますか？僕はつきます。ね。なんと言いますか。あのね。なんか、さっきのパートで電話取ったよね。りんちゃんが、白井さんからかかってきたとき。その後後半がなんか、うわっ！なんか聞こえたよね、あれ。それ。もうフラグでしかないんだよな。なんか聞こえるんだよ。頼む。あれ？もしもし？その声はまさか君が出るとはな。そこは黒宮病院だな。病院へ転移しようと思ったんだが、まあそれはいい。これだよ、これ。よく聞くんだ。これだよ。教会にはいろんな場所が点在する。どうしよう。これらが発生したことの発端は、その黒宮病院にあるはずだ。それって、待って。平たく言えば、黒のページを使って、我々を教会に引きずり込んだ犯人がいる。いたどうすんの？戦う？カメラ落とした！めっちゃ泣いてるんだけど。聞いた？あそこいる。どうしたらいいのこれ？携帯拾わなきゃまず。え？携帯取りに行く？え？消えた？どこ行った？歩いてきた！こんにちは！こんにちは！待って！お待ちください！よし、消えた！ザコ！俺は強い！携帯どこ？ふざけないで！恋人ごっこはよしなさい！消えた！まだある？携帯どこ？あ、また出た！ダーレだじゃない！違う！ふざけんな！
だ。やばいやばいやばい、ちょっと待って、ポインターがうまく合わさない。どこ？聞いた？おた？携帯どこ？あ、あったあった。もう回収しよう。扇風機とかあったね。大丈夫。ん？発信中？え、誰に？なんで勝手に電話かけてんの？誰の番号それ？何？台所？さっき番号が一人でに。なんだこれ？一体ここはどこだ？まだ新しい場所？遠隔操作ゆうちゃんじゃないよ。え？あ、新しい場所じゃん、ほんとに。携帯は？ないな。一人暮らしの部屋って感じ？これ。なんかすげえ、出来合い物の食べ物とか、缶詰とかラーメンとか多いし。なんか、俺の部屋みたいだな。アズニアンとかいそう。ああ、パソコンもいけるし。いいね。これニコ生してます。あ、ほら！ティッシュが多分、あれだこれ。すごい。あ、USB をあれするってやつ？任して。電源はダメだ。死んでる。どうしよう。電源ないじゃん。ゴミだらけじゃん。あれの部屋？携帯だろって。はい、すいません。すいません。携帯探します。あったあった。携帯、すぐそこにあったわ。よし。さあ、ワンルームマンションですね、ここ。いいマンションだ。フィールド狭い？あ、ほんとだ、ここワンルームだ。ここまだトイレみたいになるけど。携帯電話入手しました。くそ、壊れてる。え？携帯電話壊れてる？え、ゲームオーバーじゃん、ここで。どうすんだよ。うんこしよう。うんこなう。うんこなうもできない。え、どうしよう、ほんとに。なんもねえじゃん。なんかある、タバコのすげえ吸い殻。ヘビースモーカーじゃん、臭そう、この部屋。CD とかある。コーヒーとか飲める。付箋めっちゃ貼ってんだけど、なにこれ。付箋は見れない？くまなくなんか調べてみる？多分それだろうな。電源、あ、電源か。なんかすげえキーボードがわかりやすい。なんか貼ってるけど、なんでしょうね。俺はタバコ吸いませんよ。俺酒タバコはダメなって子です。あ！アマド！なんだと？パソコンついた。え？パソコンだ。え？サダオ？パスワードわかんねえよ。え、なに？え？わかんねえ。え？パスワード？なんかある？調べよ調べよ。シワだらけのシャツがある。ねえ。なんかあるぞ、きっと。取材に使ったビデオテープ。ビデオ使って取材するんだね。女の子の名前とかだと思うんだけど、大体娘の名前。ねえ。何？トイレ調べてほしいの？なんで？なんか出るんでしょ？もう分かってるよ。はい。はい。調べたよ。あ、上なんかある？もしかして。ないわ。よし。ちょっと怖いからやめよう。俺ちびっちゃうからね。あ！明かり！明かりだ、これ。どうすんだよ、これ。なんもねえよな。困ったなぁ。ヒントくれよ。天野。俺たち親友だろ？
あか絶対違う。パスワードが違う。何か手がかりはなかったか。お米の名前じゃない？なんかねえかな。俺のキャッシュカードの番号かもしれんって。天才かよ。番号入れちゃう？使わないでね。あ、電気ですね、これ。電気はつきません。あ、上とか開く？開かねえや。ねえ。ここ漏れなくラーメンが入ってます、俺は。子供の写真だよな。ヒントはある？どこにあるんだろう、ヒント。新聞とか？ねえ、なんだろう。天野ってなんか作業着みたいなの着てたの？オカルト雑誌。ねえ、パソコンのヘルプをしてもね、なんもないんだよ。ふと調べる？流せんの？ダメ。きたね。音がリアルで嫌だ。なんかねえかな。付箋はね、調べらんないんだよな。やっぱこうだよな。なんだろう、パスワード。アマノにつながる何かだよね。あ、ここ開けられんじゃん。なんか入ってる。ちょっと待って、入ってる、これ。書いてなかった。あ、冷蔵庫。お酒しかねえじゃねえか、これ。ねえ。お酒マン。酒屋って名前にしてやろうか、お前の名前。ねえ。どこだろう、あと。ねえ。この心音って誰だらの？そうだよ。ドク、ドク、ドク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 ドクドク、ドクドクドク。あ、資料と思われるし、書籍が詰め込まれてある。読めねえ。ファイル？ファイル見る？ファイル、天野の取材ノートとか？は？走り書き？走り書きはダメだって。足跡のやつ？そうか。これも違うよな。天野の名刺？エロ本出てくるぞって。ちょ、かわいそう。天野。ねえ。天野の名刺。え？ん？993って。あ！これだ！なんか電話番号じゃないってやつ。あ、これ電話番号997なのにこれだけ993だって、なんだこれってなってたやつだ。これじゃね？今のはあの熱心なリスナーさんです。そんな近くで見たいか。993754862。これが俺の答えだ。来た。黒のページに関しては随分深入りが過ぎたようだ。結局自分自身が教会に取り込まれてしまったにもかかわらずね、教会に来てまでなお真相を迫るため取材の真似事などを続けている読者なんていないのに。それでもこれが性分だから仕方がない。せめて完全に取り込まれる前に調べたことをまとめておく。もしこれを読んでくれる人がいて、教会からの脱出の手がかりになれば幸いだ。美容師、ホテルの会社員、ネットカフェの利用者、女子高生3人、人形コレクター、いずれも黒のページを見ていた以外、共通項は全くなかった。つまり、黒のページにアクセスした人を無差別に取り込んでいると考えられる。マジか。無差別だったんだ、これ。逆に、5年前の黒宮病院の患者及び関係者の連続死亡事件に関しては、その全員が入院患者、朝霧玲子に関係した人間である。
で、朝霧玲子は長期にわたる入院患者なので、病院関係者や他の入院患者と接点があるのは当然だが、担当看護師をはじめ接点が多い人がほとんどを占めている。そして朝霧玲子の飛び降り自殺以降に事件が続いていることは見逃せない事実である。きっかけは朝霧玲子の自殺にあると言っていいだろう。教会に点在する空間は教会に取り込まれた人の記憶、思念といったものから作られているように思う。現に私がここに取り込まれてからも空間が増えているのが確認できた。ここに取り込まれた人間はしばらくの間生きている時の延長線にいる。見た目も記憶も引き継いでいるのだ。おそらくこの間現実の体は意識不明の状態で生きているだろう。そして教会に長時間いる、または霊との接触を繰り返すことによって霊となっていくようである。完全に霊となってしまった時、現実世界の体は死んでしまうのだろう。現実世界の体が生きているうちに教会から脱出する手段を見つけられたならきっと生還できると思うが、まだそれは見つけられていない。話を朝霧玲子に戻そう。ここからは推論である。看護師の日記から読み取れるように、朝霧玲子は絶望の末自殺したと思われる。自分を捨てた母親に対する恨み、誹謗中傷されたチャットでの恨み、黒のページは自分を苦しめたチャット、ひいてはネット上の無秩序に対する怒りのように思える。その反面、捨てられたことに対する恐怖感、虚無感を埋めようとしているように思える。それが初期の病院関係者の一連の事件とも考える。教会の拡大は病院から出たかった少女の願いのほかならないのではないか。では、それを止めるにはどうしたらいいのか。その術は結局わからなかった。ただ今、手元に母親である朝霧優子の部屋に転院した時に見つけたメモがある。娘に買い与えた携帯電話の番号が書かれたメモだ。霊は電話を通じてのみ思いを伝えてくる。ということは逆もまた可能ではないか。つまり霊を説得できないかである。俺に残された時間では、かゆうま残ってないのだー。やーふーなんだこいつ、テンション高えな。ひっ、オス。ごめん、番号分かんなかった。ん？天野。天野、久しぶり。きっと知らないなら。殺されそう、大丈夫？ここまで来てくれると信じてたよ。天野、俺はお前の足取りを追ってここまで来た。そしてこの教会に関してお前が調べてきたことも理解した。でも、これを通じてお前は何を俺に伝えたかったんだ。取材してきたことをお前に知ってほしかった。読者になってほしかった。ただそれだけだ。どういうことだ。記者や編集者に物事を変えたり解決したりする力はない。ああ、そんな話は何度も前としたよな。でも多くの人に記事によって伝えることがそのきっかけになる。お前の心情だろ。心情というか佐賀だな。記者の佐賀だ。さっき長く読んで疲れちゃった俺。嬉しかったよ。あー、どういたしまして。そこダイダラに読まれて。しかし、もうどうすることもできないのか。左壊れてんだけど。教会の拡大や朝霧を止める手立てはないのか。ない。ない？いや、もしかしたらあるのかもしれない。どっちだよ。でもそんなこと。あら。もうどうでもいいじゃないか。天野。試合、ここの世界は何？近寄ってこないで。来るな。待て。俺は試合に来て欲しかったんだ。ここでコンビを組もうじゃないか。やめろって、決まろって、まだー。あー、熱い男の、あー、すごい、あー。オンのショー、終わってしまった。
あ、そういうこと？おーんじゃない。獣の叫びやめよう。なんだそれ。なんだこのエンディングは。はい、というわけで次行きましょう。動画をご視聴いただきありがとうございました。ぜひともチャンネル登録お願いします。スマホタブレットの方は画面の下から、または説明文よりチャンネル登録お願いします。パソコンの方は画面をクリックしてチャンネル登録お願いします。この動画のシリーズの再生リストはここをクリック、説明文にもリンクがあります。それでは次の動画もよろしくね。バイバイ。